これもまた違った感じでいいでしょうね。早く発売しようよ、はい、来年？来年までちょっと、はい、引っ張って引っ張って引っ張って粘りに粘りまくろうかなみたいな。納豆1000回ぐらい作ってましたじゃあライブいっぱいさ、はい、大人向けだったりとかさ、はい、もうちょっとやってよ。そうですね、だって聞けないじゃん、生でやっぱり聞きたいよ。はい、ね、ぜひ。大人ばっかり集めるからどう、はい、乗ってくれればもうキリさんもリードしてやってくれれば実は止められないほど俺とキリンさんしかこう乗ってないからやめてくださいよこう歌ってんのにあの人あの人何が言うからみんなポツーンってこうして俺とキリンさんしか見られてないみたいなそしたらもういいよ、ここだけを見つめ合ってさ、はい、いやもう全然、はい、キリンさんのためだけに歌えるんで。よかった、上手したことが言えるように成長してしまった。いやいやいやなんかあのハワイに結構1年以上行ってたとかっていうのは、はい、この曲を作ってた時あたり。そうです、もう本当曲をずっと曲ダメした時で、うん、まあいろいろありながらもうどういう風にしていこうかなとか思いながらプロサーファーになりたくて。あ、そうなの、はい、目指したんだ。目指して今も別になれるんだったらなりたいぐらいです本当、はい、あちょっと乗ったの見てないから上手なの。いやもう多分ビビりますよ、多分キリンさん俺も乗ってるところみたいな。あ、本当、はい、私もやりたい。やらない、やらない。ブギーボードやってた。あ、本当ですか、うん、結構カッパ娘だから泳げるし今ももうでもね、波に押される感覚分かるか分かんないかっていうのも全然違うと思うし、うん、え、プロサーファー目指してたんだ。そうですね、21から23ぐらいまでもうずっといろんな先生とかもつけて。え、あのサーフィン始めたきっかけ何？きっかけはあの空手やってた時に、うん、同じ道場でサーファーの、まあ、サーフィンの、はい、あのお店やってる方がいて、その人にちょっとまあ行こうよ、連れて行くよって言われて。うちはほらお父さんがしてたからそのまま子供の頃から連れてかれてたから。肩がえとか、そう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 、自分も初めてたの肩がえらへんで小学3年生ぐらいで。あ、本当。初めても何もできなくてもうボード怖いよね、前歯にボーンってさっていきなり最初よく続けたね。超グラグラになった思い出はあります、ね、そう。危険ですからねサーフィンは。いや危険、何気に危険よね。なんか見た目とかだと結構こうサーフィンってこう、ね、そうですね、チャラいイメージとかもあったり、おかサーファーとかもあるぐらいなんでこんな目とか見ちゃってね、はい、まあ、あれは、まあ、まあそういうイメージついちゃったらしょうがないかもしれないけど、でもサーフィンはものすごい過酷で命がけの競技だから、ね、自然相手だし。今でも前、もうこの時期だったら 毎朝乗ってる？もう毎朝やってますね。今日はさすがにサボりました。そりゃそう、サボったんじゃなくて休憩。休憩です、はい、今日は休憩ですそう、あの歌詞の中にね、いろいろ、あ、これそのハワイ行ってた時のあの見たこととかがあのなんだろうなっていうの歌詞がいくつかあるじゃない、はい、ね、あのすぐなんだっけビーチでとか、あのなんだっけな、すぐ汗になったやつが乾いたとかさ、なんかそういうニュアンスのあれがね、いろいろあった、これそうかなとか思います、はい、うん、ほとんど向こうで結構いい感じで書けました。遠距離だったりした、遠距離、その時は彼女がいて、その彼女の遠距離で、しかも全然うまくいってなかったんですよ。あ、そんな歌詞あったね。そのきつくてきつくて、もう海にとかも本当にその子に向けたようなのメッセージで、そう、俺はこう思ってんのに向こうの親にもボロクソ言われるんだよ彼女もボロクソ言われるんだよ嘘だ、俺は間違ってないんだよ、はい、そんなのがあったんですよ。そんな思いで聞くと超面白いねそんなこと、まあ、内容濃く言いたいけど、まあ、ちょっとやめてください、ね、はい、今だったり前だったりのね、はい、だからね、はい、そうか。じゃあこれから私たちの願いとしてはライブをちょっとなだって変えないんだから。そうですね。でそれか時間がある時にはラジオに来てもらって歌ってもらうか書けるか紹介するしかないね、はい、今ライブ計画も自分に立ててて、うん、あの千葉にも一応住んでるんですけど、うん、海沿いなんですけど、うん、その海沿いを今一宮って町に住んでるんですけど、うんうん、まあ、片貝の方、まあ、ずっと下の方から上の方までちょっと攻めていこうかなと思って、うん、あ、ライブを、はい、海沿いをこう、はい、まず自分のテリトリーから出ていかないのね。いや、もうテリトリーをこうどんどんこうそこからこうふわっと
千葉まとめる的に海沿いをまとめるみたいな。まずはまずはそこをまとめる。サーフィンしたいからでしょ。違いますよ。それもありますけど。サーファーってね、そういうとこあるのね。まず第一にさ、風見てさ、はい、必ずそうよね、天気のあれ見てさ、なんかどっか電話するとかあるんだよね、波情報。波情報、まあそう、ウェブでずっとチェックして、ね、常時。でも毎日いればもう風が今日の朝全く吹いてないから、もう絶対波がいいってもう分かって、次の前の日の波の状況とかも全部見てるから。もう台風来るとさ、そわ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 しますね。もう台風の時仕事とかも最悪ですね。はい、そうそうそう、波めっちゃいいのになんで都内に戻んなきゃいけないんだよ。サーファー病だね。サーファー病です、ね、みんな多分そうだと思いますよ、朝早く現場行ってる人も。まあでもほら曲がさ、あの音楽活動がさ、そういう系の歌でよかった。もしこれだから演歌だったらちょっとイメージが違うとかあるけどさ、ね、まんまいけるじゃん、はい、ジェロ風ですけど、うん、ジェロさん風って言ったわよ。あ、うちのお兄ちゃんの方がジェロ似てるわよ。あ、本当ですか。でもあれですよね、あの日本人離れした顔してますよね。そうそうそう、大地くんも、お兄ちゃん、ね、ジェロ仲間、ジェロ仲間でいいかい。さあ、じゃあ、もう一曲、はい、すいません、また好きな曲なんですけど、これはもうまさに失恋ソング。あ、ごめんなさい、分からねえよっていうフレーズがね、はい、メロディーにぴったりハマっててね、なんかいいなと思って、じゃあすいません、失恋の曲でしたね。はい、まあこれは割に聞きやすいような、うん、あんまり早口でもないし、うん、結構メロワな感じだと思う。はい、はい、お願いします。渡るでわからぬようです。よろしくお願いします。ちょっといい選び方したじゃん、いろいろ紹介できて。そうです、いろんなタイプ、ありがとうございます。もう帰りたくて撮れてる。いやいや、もう結構つきました。なるべきに。あそこは向こうの前室で一番上がる。何ですか。そうそうそう。ここからここまでですか。大丈夫、とりあえずやりますよ。行くわよ、行くわよ。だって例えばちゃんと言ったって女さんだもん、きっとね。きちっとやらなければ。カッパ娘の話をすごい爪に生えちゃってる、2人。そうですよ。いや、ほら、あの、カッパ娘のお父さんだって3人兄弟だって、みんなサーファーでさ、私カッパ娘だから平気でさ、沖でこうやって遊んでたらさ、ふわーって助けに来たのよ。何したの。溺れてたね。楽しい。マゲンシーのすすんねー。死にすぎる。ちょっと楽しかったね。上がったり下がったりしてたの、こうやって。なるほど。漫画のように溺れてると思ったんだ。波に溺れてるのかな。ダメです。結構お気に入ってたんじゃないですか、ギリさん。だって平気だから、かっぱ娘。平気だからね。やばいよ。ブギーボード乗って、あの、打ちながら、ブギーボードここ置いて、いかにも溺れてるから。あのね、ボード置いてやってたんです。絶対溺れてると思います。俺でも多分、大丈夫ですかって思いますけど。しかも、女性らしい。うちの前の今ね、ボード乗ってたよ。あ、本当ですか、うん、すごいっすね。シェルフィーだったんだけど、これまでやらせたくて、やらなくてもやらないですけど、2人ともしっちゃったから、うん、ちっちゃい力でやるとまだスケボーの上で一緒に乗るんですけど、あー、サーファーみたいな。でもね、水が怖いんですよ。サーファーに助けを求めに行くからね、迷惑ないな。うわーかわいすぎる。結構子供もいるの、ほとらほしするから、どうしようのところのタオルでこうさ、綺麗にしたくて。最低。まあ、笑いますけど、ね、私たちはもうお腹抱えて笑ってるの。ママ、被害者とか超かわいい。怒る人に笑っちゃいますよ。おしゃれくんでしたって言ったら、じゃあ今日はここからバトン出すの、はい、席だけ入れ替わって。じゃあ行こうか、はい、じゃあ行きます。
さあ今日はスペシャルで和田くんのまだ、発表してない曲とか特別聴かせていただいて、はい、皆さんにまた知っていただいて、はい、リクエストずっと言ってればきっとあのライブもいろいろしてくれると思うので、はい、はい、またじゃあ時間があるときはまたクリスタルのところにも来てください。ぜひよろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。和田くんでした。ありがとうございます。じゃあクリスタルのねもう一人あのおしゃれ番長っていうのがありますので、はい、じゃあバトンタッチしてお席だけ、はい、じゃあヒデくんお願いします。はい、失礼します。じゃあお隣にはい、おしゃれ番長ヒデコでございます。じゃあまずは1曲かけていただきましょう。いないいない、いる？Yeah.